こんばんは、もう夜です。17四半期ぶりの快挙でございます。楽天グループの決算速報であります。営業利益がね、黒点しました。まあ5億円なんですけどね。でもこれ良いことですよ。やっと黒点です。で、ストップ高になったこと皆さん覚えてますか？同じようなことになるのかしらってね、ところについても考えてみました。待望の営業利益が黒点ですからね。でね、決算説明会の内容をサクッと見ていきましょうか。で、報道がとても紛らわしかったので、これ明確にね、どこが黒点したのってね、でも全体はまだ厳しいんだよってことをね、はっきりさせましょうか。そして、例のストップ高を私思い出しちゃったんですよ。ああ、そうかと。ついこの間ですよ。2月のことですからね。ちょっとね、皆さんも思い出してくださいね。私会計士に30年やってまして、今もう引退してるんですけどね。いや、株価の動きって本当に分かりませんよね。この前の2月のストップ高、私びっくりしたもん。で、今回もしかしたらまたストップ高になるのかしらってね、まあ神のみぞ知るですけれども、ここらの流れをね、しっかり頭に入れつつね、相場を観察していきましょうか。はい、まず決算説明会の内容をサクッと見ていきますよ。ざーっと流しますよ。はい、みきちゃん、ご苦労様です。今回のプレゼンは私ね、とても良かったと思います。グループの戦略ね、今後どこ行くのってことなんですが、モバイルの契約がね、800万回線を突破したっていうことです。もともとは800万回線ぐらいになると黒点するぞって言ってたんですけども、これね、黒点しないの。今回は深掘りしませんけどね、あんなことやってんだもんってところがね、問題なのよ。ね、シャニムに構わずね、利益を度外視した812万回線だからね。はい。で、これ、ここで私ね、払っと思ったのよ。営業利益四半期黒字化を達成ってとこで、でね、まさかモバイルで5億の黒字になったのかなと思って勘違いしました。そうじゃありません。後で明確にしていきます。で、はい。楽天のモバイルの調達通路、資金をね、上手にやって調達してきましたよ、してますよってお話でございました。で、これからいい感じになるよってね、これ具体性ないから飛ばしますよ。で、モバイルは投資フェーズから成長する企業にってとこなんだけども、まだね、黒点してませんからね。で、800万回線じゃ黒字化しないぞってことがね、今回分かったという見方を私しました。そりゃそうだよ。で、楽天モバイルによるエコシステムの成長貢献ってことで、まあ、他にも確かにね、貢献してるってことから疑いないですね。私自身も楽天モバイルを使ってまして、楽天市場のポイントがね、今7倍つくようになってますからね。これはいい感じで、ございます。で、ほら、契約者がね、モバイル使ってくださってる方がね、楽天の、そのサービスをね、2.45 個ね、使ってくれていて、とてもいい感じっていう話でございます。で、エコシステムの貢献額を反映させるような方向で、なんか会計方針をいじったようなこと言ってたね。で、AI を活用したトリプル20。何がトリプル20なのか。まあ、一言で言うと、お客様を管理するコストがね、195円、一人当たりかかってたのが、30円、7円まで下げることができましたってね。AI を上手に使った結果、こうなったよってことでございます。はい。で、3級のハイライトということで、売上高が過去最高と。で、はい、モバイルがね、うまくいって、たんでね、売上高がガンガン増えてるよってことですね。これ間違いないでしょう。で、ノンギャップ営業利益云々かんぬん書いてありますけれども、ここが紛らわしいんだよね。こっち見ましょうね。イファースによる営業利益5億円だよってことね。これよく私分かんなかったんです、説明聞いたらね。で、後でね、整理しますからね、先に流しますよ、ガンガンね。で、EBITDA がね、922億円の黒字化達成ってことなんですが、これも忘れてください。はい、先に行きます。はい。セグメント別業績ということで、インターネットセグメントサービス、はい、いい感じですよとね、売上がガンガン増えていっておりますと。まあ、要はモバイル以外は絶好調だもんね。間違いないです、ここも。絶好調です。はい、成長押し上げ効果があったってことでね、確かにモバイルに私入っていることで、で、楽天市場を使おうぜっていうところは気になりますよ。だってポイントがバカバカつくようになりましたからね。で、インターナショナル部門、大幅に収益が改善ってことね。まあ、ウクライナがあったりとかしてね、ちょっと辛かったんですけども、まあ、そこそこ利益が出るようになったってことですね。フィンテック、ゼッ
好調でございます。楽天銀行、楽天カードね、楽天証券ね、これも天下一品というか最強ですよね、この辺で。フィンテックセグメント素晴らしいもんがあると私が偉そうなことを言うまでもなく皆さんもお分かりだと思います。楽天カードはね、凄まじい勢いで伸びてますよとね。で、まさにね、モバイルがね、入り口となって、ね、こういい感じになってるんですけども、今度はみずほ、フィナンシャルグループとね、提携するっていうことでね、ここもね、モバイルが活躍するんだろうな、お客様との窓口がね、やっぱ楽天モバイルになるんでしょうから。で、楽天ペイメントもいい感じですよと、ね、楽天ペイですね、顧客満足度ナンバーワンということね。で、はい。楽天証券もいい感じですよってね、まさにモバイルでね、投資ポコポコやるところでね、楽天証券も伸びているよとね。で、ほら、手数料無料化の流れで、SBI 証券にね、追随したんだよね。で、一瞬、へこむんだけども、ちゃんと回復しましたよってね、いうことですね。私、楽天証券のマーケットスピードを使ってて、もうあれが一番いいかなと思いますよ。はい、使いやすさと、ね、なんというかね、なんだろう、親しみやすさというかね、そこはもう楽天証券ですね。で、楽天銀行もいい感じと、で、はい、モバイルセグメント、ここなんですよね、問題はね。でもね、ほら、これね、このプラスってたくさんの大きな数字出してると、黒字化したのかなと勘違いするけども、しっかりね、赤字ですからね、今ね。売上がガンガン伸びてますけどね。はい。で、業績ハイライトっていうことでね、赤字幅がね、どんどんとね、ちっちゃくなっていますよ、ということですね。で、売上はどんどん伸びていけと、早く黒点すればいいなぁとね、思ってるんですけれども。はい。で、キーパフォーマンスインディケーターなんですが、いい形になってると、ほんともうちょっとですよね。これ800万回線じゃ黒字化しないなーっていうことがね、今回本当に目は分かりましたよ。でも今回ちょっと深掘りしませんからね、先行きますよ。はい。で、契約の獲得状況につきまして、なんかね、これチャート見ると急増してる雰囲気じゃないんだけどね、みきちゃんいい風に言ってましたけどね。で、ほら、B2C ね、開通、推、これ、その、爆増って感じじゃないけど、まあ、とりあえず伸びてるよ、ということでございますね。で、はい。で、ここで、これ、ごめんな、下がってるよね、なんかね。でもね、いい感じなこと言ってたよ。で、各種プログラム展開も新規獲得に貢献しているってことなんですが、シニア層に弱いですよってね、ことをね、おっしゃってましたね。お金持ちだとね、安さでちゃんと使える楽天モバイルよりもね、ソフトバンクとかに流れちゃうんだろうな。はい。で、引き続き、これ、獲得好調、視野拡大中ってことで、乗り換え先としてね、楽天モバイルが選ばれてますよと。品質がうんと良くなってきてますからね。私もね、au からね、楽天に乗り換えてした人ですからね、こうよくわかりますよ。で、通信品質がね、本当にこれね、上がってきまして、でも最近全く不便感じません。まあ最初の頃ひどかったけどね、地下鉄、屋内、ビルの通路、人混みとかね、いい感じになってくるよと。これ、まだまだ改善中だよってことなんですけども、25年中にはもうね、20MHz ね、100% やるぜということですね。さらにもっとね、通信品質が上がってくるってことで、ね、もうちょっとかなとね、思いますね。で、今年中に楽天モバイル単月黒字化ってところについて言うと、キワかなどうかなね、今年のね、年末が楽しみですね。で、5G ネットワークでも高い評価をね、得てますってことで、これ、どこが一番かっていうところなんですけども、まあ、その、いい感じで戦ってるぞってことですね。トップだって言ってるけど、ちょっと怪しいな。KDDI が一番とかね、いう話もありますからね。ただそんなにそのひどくはもうないよって思います。で、ネットワークの安全性にも力を入れてますよってことでね。まあ、ここいらがね、後発の強みかなっていうところですね。最新技術を持ってますからね。で、エネルギーの消費効率に向けた取り組みをやってますよっていうことでね。まあ、先行投資、先にね、始めた人は古い設備を使ってることになりますからね。まあ、後発の強みをね、上手に活かしてますと。でね、ほら、スペースモバイルプロジェクトの進捗で、これが面白かったですね、今回ね。
これそのうちを日本全土の 100% をねカバーする方向で頑張るぜってことでね。でね、はい、これね、ね、AST スペースモバイルってこうビデオが面白かったですね。一生懸命ねこあのその取り込もうとしたんですけども、主要なとこだけねちょっと見ましょうか。はい、ね、例えば人だかり離れた道を運転中にこういう車が故障したらどうするのと、携帯の電波が届かないところの山の中だったら大変よねと、キャンプ中に家族が怪我したりとね、救急車呼んだりできませんよねと、山の中辛いよねと、でモバイル通信は現代社会において必要不可欠なのだと、そしたらもうこれ宇宙だよってことね、宇宙でえいとやってしまえばもうこれもうあのね山の中だろうとどこだろうとね、もっと上だからね、ね、宇宙だからね、未だ基地局からの電波が届かない可能性ある場所があるけれども、宇宙からだったらいけんじゃんと。で、世界で唯一無二の新たな通信プロトネットワーク構築に取り込んでおるのだと。で、開発当初よりね、通信衛星宇宙にある基地局のようにいてね、携帯電話に直接電波をお届けするように設計しましたね。ここなんだよね。ほら、イーロン・マスクのやつってさ、あれさ、直接はね、携帯電波に電話飛ばないからね。アンテナを経由して、そして、それから飛ばすのよ。イーロン・マスクのやつね。で、それよりも、いきなりこれ、携帯電話に電波が届くからいいよね。で、はい、目指すは遠隔地にいても、砂漠の真ん中、山頂、海上にいてもね、飛行機の中でも携帯電話の通信を提供するのだと。飛行機の中でも大丈夫だよと。なんか、電源切れって言われそうだけどね、スチュアーデスさんにね。緊急 SOS の類ね、ばかりじゃないぞと、高速ダウンロードもできるぞと、ビデオでの通話も可能にするぜと、スピードも速いぞと、どこにいても仕事の対応ができるのじゃと、お気に入りの番組を見逃さないようなこともできるのじゃと、子供も大人も大喜び、宇宙からのブロードバンド通信ね、これ本当にすごいよね。ね、イーロン・マスクの例のあれを超えちゃうよ。私たちの生活はどのように向上するか想像してみてください。だからこれも後発の強みだよね。先にね、イーロン・マスクがやっちゃったんだけど、あれなんかね、アンテナを経由しなきゃね、なかなか難しいと。じゃあね、後発でさ、新しいのを考えたってことで、いきなりね、携帯に直接ね、電波が届く方がいいもんね。しかもブロードバンドだもんね。はい。でインターネットに接続したセンサーがより効率的な農業を輸送させ、食品の出るコストを下げちゃうよと。場所を選ばず医師が患者をリアルタイムでモニターできますよと。でこれ AI とさ、ね、いい感じで連携することによって本当にね、いい感じになるかもしれませんね。で地方による中小企業、多くの顧客にリーチできるぞと。でね、この AI を使って楽天が上手にね、サポートするようなことをね、後で言ってくるんで、ここの話とも、ね、整合するんだよね。これ被災者は助け合うことや緊急サービスや食料などの物資提供を効率的に受けることができるようになりますと。で、これ、あなたのポケットにある既存の通信サービスを利用している携帯電話が十分です。新しくね、携帯買う必要ないからね、楽天モバイルを持ってれば大丈夫だよと。で、今、ね、AST スペースモバイルはと、ね、楽天グループ頑張ってるぞと、ちゃんと連携してますよっていうことですね。合わせて28億人以上のお客様にサービスを提供しておりますよと。で、通信事業者、ね、45社と契約してね、上手にね、みんなで仲良くやりましょうと。これ規模の経済だよね。ね、みんなで通信環境を整えていけばさ、ね、おのおのハッピーになるじゃんと。で、つながらないをつなげる新たな時代が始まりますということでね。ソフトバンクグループのこの前のさ、決算発表がつまんなかったのに対して、今回の楽天は面白かったな。で、はい、じゃあ、アープの話ね。はい。アープがね、これ、なんかちょっとね、この怪しげな数字なんですが、2811円なんだって。これ、ミキちゃん独自の計算方法ですよ。まあ、ミキちゃん独自の計算方法で、なんとか3000円近づけたいって言ってるけどね、ここが問題なんですよね。で、楽天リンクに制裁 AI 機能を追加ってことなんですけども、なんか、へんてこりんなのが出てくるんだよね、私これ、その電話使ってるとね、楽天モバイルでね。なんかね、これはもう僕いらないかな。はい。で、パーソナルコンシェルジュ機能も将来的に追加しますってことでね、もっときめ細かくね、面倒を見てくれるようになるんでしょう。で、楽天シンフォニーも頑張ってますと。このシンフォニーが新しい技術があればこそね、現在のね、楽天モバイルのね、日本での展開が可能になってるんだろうってことですね。だからね、通信業界にとどまらない拡大を目指しておりますと、いい感じだよと。AI 革命が実はミキちゃんのところで着々と進んでいるということですね。
孫さん負けないで頑張ってほしいんですけどね。楽天クラウドやりますよってことでね、このプライベートクラウドをやりますで、ここをねしっかりやるってことが、ね、いいですよね。今後5年間で楽天クラウドへの大きな需要を見込みますってことですね。ここでやっぱ携帯を持ってると強いですよね、この辺ね。成長加速しグローバル展開を拡大するのさということでございます。でこれが成長するに従って楽天モバイルも伸びていくんだろうな、相乗効果があるんだろうな。で財務の話に移りますよってことでね、俺モバイルエコシステムの貢献額をセグメント損益に反映、なんかへんてこりんなことやりだしたぞ。これ会計処理をいじるようになると、会計士だったんですよ私昔ね。これ何かしらこの損失を隠すんじゃないかなってね、やっぱりね疑っちゃうのよね。なんかね職業病かな。でね、我々のコミットメント、規律ある財務方針をやるのじゃーとね、まあ普通のことですよこれ。はい。で、注目すべきはこれですね、これこれ。2025年どうにかね資金をつながなきゃいけないんですけども、ほら社債型種類株式の発行等ってはっきり書いてますが、私これ狙ってるんですよ。もしかしたら 10% 近いね配当が出るのかなーってね、ちょっと思ってます。まあちょっと今回も深入りしませんから先行きますけどね。はい。で楽天モバイルにおいてセール&リースバックっていうことで、自分の会社の資産をね、それ換金するような形でね資金調達をしてるわけですよねこれ。だからねもう、あ、まあまあいいや先行きますよ。ただまあこれをしっかりやることによって、その倒産することはないかなとはちょっと思うけれども、あとでねちょっとね財務情報を見てみましょうよ。結構厳しい状況になってるんだってことを確認しますよ。資金調達によって苦しんでるのが数字に出てますからね。債券市場における楽天グループの評価ってことね、債券単価がちょっと上がっていくようなこと言ってましたけどね。まあここも飛ばします。私には何の関係もありません。今楽天のね、社債を持ってるんですけども、中途売却する場合はね、有利になるようなことになってるんですけども、私、来年の2月まで持ってるもん。今 3.3% で回ってるんだもん。誰が売るかって感じだね。もうこれは私の社債はね、きっと召喚されますよ。で AI についてってことでさ、あこの方ね楽天 AI は偉いんじゃっていろいろ書いてあるけれども、何がいいんかっていうと、あのねディープラーニングしますってね、お客様すなわち我々消費者が楽天市場をね検索するときに、あこんなのもあったんだってことについて、でおすすめがね上手に出てくるって、まあそれだけの話ですよ。まあ逆に言うとその情報を上手にね企業の方にもね、フィードバックして、どういう商品をね、売ればね売れるのよってことがねちゃんと分かるようになるからねってことでね、なんとこれレコメンデーションで 59% 盛り上げが上がったってことかしらね。本当かいと思うけども買っちゃうんだね。はい。で、ほら企業向け楽天 AI においてはね、ほらお客様の分析ができるわけですよ。どういう人にどういう商品をね、どの時間に、提供すればね、まあ、どの季節とかね、夜中ほどね売れるらしいっていう話をねしてましたけどね、あの別のところでね。はい。で消費者向け楽天 AI って形でこんな感じでね、ここで楽天モバイルが本当あるとね、本当にね、まさにお客様とのインターフェースですからね。だからやっぱり楽天モバイルっていうのは楽天経済圏の発展にとって欠かせないツールだったんだなってことがね改めてね、分かりましたよと。じゃあよ、報道が紛らわしいので明確化しましょう。で、はい、まずねその日経の新聞、日経から記事持ってきましたけども、はい、5億円の黒字だよと、営業損益ね。で、前年度が500億の赤字だったって。で、携帯の赤字が縮小し、インターネットコマースとかね、金融事業の利益で吸収した形だよってね。で、最終損益はね、1500億の赤字でありましたと。前年同期はね、2000億の赤字だった。ちょっと縮んだのかって感じでしたね。で、見えるか携帯黒字、契約数は800万に迫るってとこなんですけども、800万超えたから黒字になるのかしらってのは甘かったってね、いう感じ。これで、こう次の記事ね、株単の方から持ってきたんですけども、これもややこしくてね、3級最終赤字拡大、で、今度はね、連結最終損益は、1500億円の赤字。で、赤字幅が縮小とかさ、ね、今度はね、最終損益赤字、赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は、マイナス 10% が、ね、0.1% になったってね、なんかわけわかんないでしょう。でもしょうがないからっていうかね、決算出しに見ましょうね、これね、ぴょっとやると、ね、出てきますよ。まずは全体像ですね。
第3四半期の連結業績、これ累計ですからね、9ヶ月間の経営成績と財政状態をね示しております。はい、営業利益なんですけども、マイナス179がねマイナス51になって、もう3分の1以下のね損失になっていいことですと。で、ただね、最終損益の方については208の赤が、マイナス150になっちゃったっていう、あんまり対してね改善はされてないということが見て取れますね。この差は何でしょうかね。はい、で、自己資本比率がね、4.8 が 3.9 になっちゃって、これねかなり厳しい状況ですね。で、はい、でね、なんで厳しいかというとね、負債が増えてるからですよ。負債が増えるとね、資金調達コストがかかりますからね。だから最終利益は悪いんですけどね。そんな状況ですよ。もう年間配当金はきっとゼロでしょう。はい、配当金は未定ですっていうことなので、多分払えませんね。はい、で、これ、四半期累計決算ってね、さっき見た通りなんですけども、赤字が営業利益、経常利益、最終利益、ね、すべて縮んでるってことは間違いないですね。で、これ累計ですからね、1月から9月の、状況ですよ。で、今度はね、3ヶ月ごとに区切って並べてみるよってことですね。で、7月から9月の7、8、9の3ヶ月間を見てみると、営業利益がやっと黒点したということでございます。ね、ここを持ってやったやったって言ってるわけですよ。よかったよかったと。だから、ちっともね、モバイルはね、黒点してないんですよ。他の事業が優秀だったんで、楽天モバイルのね、赤字をね、吸収したということですね。で、はい。でね、例のストップ高をちょっと思い出したんですけれども、ね、ちょっと復習しましょうか。皆さん覚えてらっしゃいます？私びっくりしたよ、あれ。これだよ、これ。ほら、ピヨーンとかだったの、ピヨーンと。この2月のね、ここね、15日だったかな。で、はい。楽天グループが、ストップ高になりましたと。ねえ、ほれ、ねえ、23年ぶりに無敗になったんだけど、これ忘れもしませんよね。バレンタインデーが14日でしょ、その翌日ですな。で、はい、ほれ、通信収入の増加、赤字幅が縮小とかさ、これ、なんでストップ高になったんですかってことについては、明確にね、これ言ってないんですよ。ね、一時ストップ高の100円上昇ってね、サプライズではないが、進捗感に安心感で、その安心感でストップ高になるわけないじゃん。で、はい、こちらね、配当を実施しない方針、誠に遺憾、誠に遺憾で、なんでストップ高になるんでしょうね。同社の無敗は23年ぶりでございますということなんですが、皆さんお分かりですよね。例のね、優待の変更ですよ。ね、2月15日にこんなの作ったんでしたね。ほんとびっくりしましたよ、これ。で、これ、当時ですよ、2月15日の時のね、ところで、これね、配当金がゼロになりましたと。ね。で、無配転落からの優待変更でストップ高って。まあ、要因としてはもう絶対優待の変更ですね。例のこれですよ、これ、これ。ね、急反発しまして、株主全員に1年間無料で提供しますよってね。通話無料で月30ギガまでね、データも使い放題っていう、ごめんごめん。楽天モバイルで、ね、楽天リンクを使って会話すると通話無料で、データもね、30ギガまでだったらね、いいですよっていうやつがね、配られたわけですよ。これによってですよ、ね、全場でストップ高になっちゃったってね、いうことなんですね。こんなんでストップ高になるんかいって思ったよ。だって、無敗に転落したんだよ。ほんとびっくり。で、私、無敗で暴落するのかなと思ってたんですけどね。なんじゃありゃ。ね、優待で、暴騰で、ストップ高ってことです。ほいで、先ほどこんな話したじゃん。営業利益がね、5億円の黒字になっちゃったって言うんですけども、恐ろしいのはここですよ。ね、経常利益と最終利益は、ね、14が54にね、悪化してて、33が7774だよ。恐ろしいぐらい悪化してるでしょう。ね。ここで倍以上だよ。これね、ここ。ね、最終利益でね、倍以上でしょう。これね、4倍までいかんけどね、3倍を超えるよ、悪化だよ。これ何かっていうと、皆さんお分かりですよね。資金調達こそが思いっきりかさんでるんだなってことがね、分かりますよね。営業損益は資金調達コストは反映されないね。ビジネスそのものの、ね、利益を表しますからね。
で、その資金調達コストはね、経常利益の中に含まれてきますからね、どうなるのか資金調達ってとこなんですが、ただよ、ね、無敗転落なのに優待でストップ高になっちゃってびっくりしたんですけども、あれれって思ったわけですよ。些細なきっかけに反応してストップ高になっちゃったわけですね。皆さんも多分ね、あれ上がる上がるとはね思ってるんでしょうよ。きっと黒点してくれて、そしてピヨンと行くのじゃってね、そしてちょっとしたきっかけに私は思えたんですけどね、そんなのにね反応してね、ストップ高になっちゃったわけですね。じゃあよ、今回ね良いプレゼンだと私は思うわけですよ。あのちょっとそのモバイルが黒点したのかなって勘違いしちゃったけど、へえそんなバカなって思ったんですけどね、よくよく見てるとね、今回確認したのがね真相でございます。ただね、良いプレゼンもありね、夢があったじゃんね。で、営業利益がしっかりね黒点したのであるならばよ、楽天全体としてね営業利益がやーっと黒点したのならよ、それこそね株価が上がってもいいんじゃないかなと思いましたよね。株価が上昇しても今回はね私は驚きませんからね。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。